ス。ウマ娘プリティダービー。どうもろちゅん TV です。本日はですね、ウマ娘プリティダービー、こちらのゲーム実況動画をやっていきたいと思います。はい、ということで今回はですね、レジェンドレースが来ました。こちらについて今日解説していきたいと思うんですけども、まあ、レース自体はね、勝てたよとかなったりすると思うんですけども、まあ、お知らせを読むだけの動画だとちょっとあれなんで、解説もね挟みながらやっていきたいと思います。意外と気づいてない点もあるかもしれませんので、動画よかったら最後まで見てみてください。でまずはこのレジェンドレースなんですけども、レジェンドウマ娘に勝利することでピース、そしてマニー、そしてあとはポイントなどね、入手することができます。で、1つ目のポイントとしては、このレジェンドレース、今回はですね12時から来たんですけども、次からは5時に更新されることとなります。なんで、まあスケジュールとしては3月19日に VS スペシャルウィークが来ます。でそれの更新が5時、で3月22日の5時から VS シンボリルドルフが来ます。で今回のねヘルコンドルパサーについては、まあ結構勝ててる方も多いと思うんですけども、このねルドルフが来た時とかね、どうなるのかは結構ワクワクしています。ちょっとずつ強くなっていくとかの可能性もあるから、まあ、であとはやっぱりね皇帝だから、ちょっとねここは期待してるところではあります。でまずはこのイベント自体は、レジェンドレースチケットを1枚消費することで1レース挑むことができて、最大3回1日にやることができます。であとはね注意点としては、チケットを使わないまま費用をまたいでしまうと最大3枚までしかならないんで、持ち越すことはできません。なんで毎日ねデイリーが1回増えたみたいな感じでやっていくといいと思います。まあ、この点のデイリーが増えたみたいな感じは、事前に私も予想してた通り、まあ、ガチャなどの追加はなくて、まあ、デイリー増えるぐらいで、難易度もデイリーのハードぐらいなんじゃないかなっていうことを言ってたんですけども、まさにそんな感じで来ましたね。ただこれ自体は本当にピースがもらえるイベントなんで、熱いイベントかなと思っています。であとは注意点としては、同じキャラクターを出すことができません。一応 VS エルコンドルパサーの時は自分のエルコンドルパサーを出すことはできません。なんで他のウマ娘を出す必要があります。であとはポイントとしては、ここに限定ミッションというのがあります。これを取り忘れないようにしましょう。ここのミッションを押すと、デイリーミッションで育成を1回完了しよう。でここでピースが2個で、あとは、ポイントも5000、あとはマニーとかもねあるんで、これ取るのを忘れないようにしましょう。意外とここ気づかないかもしれない。結構これリリース初日とかもデイリーですね、何回もできるとか分かんなかったりとかあったりするんで、初日に関してはここら辺はまず取り忘れないようにした方がいいと思います。ここはピースとかポイントマニーだからね、忘れないようにしましょう。であとは実際やってみてなんですけども、エアグルーヴの方が強いっていうのがあるよね。なんでまあそこら辺はちょっと VS エルコンドルパサーなのにエアグルさんの方が強くねみたいになるんだけど、まあちょっと面白いなとそこは思いました。はい、であとはですね、このイベントの激アツな情報も実は表示されていました。こちらなんですけども、毎月期間限定で開催されるレジェンドレースでは、レジェンドウマ娘と対決することができますということで、このイベント毎月あるようです。ここら辺はちょっと見落としてる人もいると思うんですけども、毎月ピースを入手できるイベントが来るっていうことで、めちゃくちゃこれ熱いんじゃないですかね。毎月多分何十個ものピース取れるんで、無課金の人でもねキャラをね解放したり覚醒させることができるんで、激アツかなと思いました。であとは報酬に関してなんですけども、勝利報酬が一応ランダムではあります。これは3回しかやれないんで全部の報酬を見れなかった方もいるかもしれないんで紹介すると、まずはね勝利報酬でピース1個の場合、そしてマニーが5000マニーの時で、あとはポイントが1000の時とかね、そのように報酬はなっています。であとはね、このレースちょっと勝てないよっていう方向けの情報を話していきます。で一応まあコメント欄とかでも勝てたよ負けたよみたいなのを見たんですけども、まあ勝てない場合もあるっていう感じかもしれません。でその時なんですけども、一応注意点としては、その賢さ育成とかでやった場合のキャラ、それだと勝てない時もあると思います。まあ、賢さで A ランクとかね B プラスとかを狙ってやっていく時に育成していくと、結構スタミナとかが足りなくなるんですよね。なんで今回のレースは、まあ、2400m っていう距離なんで、まあ、ある程度のスタミナが必要っていうところで、その賢さで、
まあ、賢さ育成でスタミナが低かったりすると負けてしまう可能性もあります。であとはね、こういう対戦のレースで勝つときは結構パワーとかも重要になってきます。なのでおすすめはスピードとパワーが高い馬娘を選ぶ。であとはスタミナに関しては、まあ、マエストロとかね、後天一足とか、まあ、スタミナ回復スキルとかが積んであるねキャラクターを選んでいく、そういうところが大事になってくると思います。でさらに勝てない方はね、一応ね両ババ丸とか、あとは晴れ丸とかね、そこら辺つけていくっていうのもあります。緑スキルね発動するものをつけていってもいいかもしれません。であとは今回は、まあ、回数限定っていうのと、あと勝利報酬があるのでやる気アップのアイテムを使ってもいいかもしれません。レースに出る前にやる気アップスイーツというものを選ぶことができます。なんでこのやる気アップスイーツを使ってやる気を上げていくと、まあ、能力値にね補正がかかって勝てるようになったりもするので、これを使っていくのもいいかもしれません。はい、であとね、ウマ娘結構 UI で分かんないところもあるかもしれないんで、ここも追加で説明します。今回取ったピースなんですけども、もしキャラクターを未入手の場合ですね、無課金の方でも解放できるチャンスがあります。でそれがですね、この育成馬娘一覧解放というところ、ここを押してもらって、もしね未解放のキャラクターがいた場合、この下に黒くね表示されていて、ピースを150個集めることで解放することができます。これはまあガチャで引かなくてもピースを150個集めることができれば解放できるシステムなんで、こういうね今回みたいなピースを配るイベントとか、あとは交換所とか、まあ、デイリーのところはまだねちょっとマニーが足りなくて取れないと思うんですけども、まあ、そういうピースを直で入手できるところからピースを集めていくと解放できたりするんで、まあ、ここからね解放できるっていうことも、もしね知らない方は役立ててください。はい、そんな感じでね、まあ、イベント自体は、まあ、軽いものが来るのかなっていう予想を事前にしていたんですけども、まあ、デイリー追加みたいな感じで来ましたね。で今回のイベント、まあ、それでしょぼいなみたく思っちゃう人もいるかもしれないんですけども、普通にね今回動画でも紹介した通り、毎月このイベントは開催されるようです。なんで毎月コツコツとピースを入手できる機会があるって考えると、めちゃくちゃありがたいイベントだと思います。まあ、これでコツコツね集めていくことで覚醒もできますし、解放もできますし、まあ、あとはね、まあ、そんなに紹介に時間もかからないんで、普通にピース配布イベントみたいに考えるとかなりありがたいことだと思います。まあ、そんな感じで今回のイベントはエアグルーヴの方が強いみたいになってしまった、ちょっと面白いイベントだったんですけども、皆さんコツコツやっていきましょう。ウマ娘の動画いろいろ上げています。まあ、攻略とかね、あとはゴルジでブルボンに勝ってみたみたいなね熱いプレーとかね、面白い動画も上げてるんで、気が向いたら他の動画ももう一本見てみてください。それではのっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたな、バイバイ。